エステバン・テラダス・イーレは、スペイン・バルセロナ出身の科学者、数学者、工学者、エステベ・テラダスとも呼ばれる。数学や自然科学の分野で、幅広い研究活動を行い、カタルーニャ地方以外では、南アメリカなどでも働いた。スペインにおいて、航空工学、電力技術、電話技術、工業などの分野で顧問を務めた。レアル・アカデミア・エスパニョーラ会員。 テラダスの追悼展示のポスター1883年9月15日にバルセロナに生まれた。テラダスは、早熟な才能で知られ、1898年に大学に入学した時にはまだ15歳だった。バルセロナ産業工学学校では、工学分野で2つの学士号を取得し、1904年には、数学と物理学の2つの博士号を取得した。 バルセロナ産業工学学校の他には、バルセロナ大学、マドリードコンプルテンセ大学、ドイツのベルリンにあるオーリツシャルロテンブルク、工科大学などでも学んでいる。バルセロナ大学ではまず解析学の教授となり、ついで数理物理学の教授となった。バルセロナ大学では、音響学、工学、電気、磁気、古典力学なども教えている。また、スペイン国内では、 サラゴサ大学やマドリードコンプルテンセ大学、アルゼンチンのブエノスアイレス大学やラプラタ国立大学、ウルグアイの共和国大学などでも教鞭を取った。1912年にはイギリスのケンブリッジ大学で行われた国際数学者会議では招待講演者を務めた。1932年にコンプルテンセ大学に微分方程式の専攻が設置された際、この専攻で 初めて教授職に就いたのがテラダスだった。スペインがスペイン内戦で揺れていた1936年から1939年には南アメリカのブエノスアイレスやモンテピデオにあるいくつかの大学で教壇に立った。レアルアカデミアエスパニョーラの会員であり、王立精密科学、物理科学、自然科学アカデミーや王立バルセロナ科学芸術アカデミーの会員でもあった。 ブエノスアイレス大学、サンティアゴデチレ大学、トゥールーズ大学からは名誉博士号を授与されている。王立バルセロ大学アカデミーや、アルゼンチン工学者協会や、ペルー工学者学会などの名誉会員である。1949年には、アルフォンソ10世、剣王勲章を授与されている。ありがとうございます。